然なんですけど、おとりさん、はい、今使ってる財布と次に狙ってる財布を、はい、超急遽なんですけど教えてほしくて急ですね。超急なんですが、はい、ぜひお願いします。わかりました、お願いします。はい、それでは早速もとみさん、今使っているお財布のご紹介からお願いします。はい、はい、私が今使っているのはこちらのマルジェラの以前もご紹介させていただいたブラウンのウォレットになります。前回の動画でもそれ使ってるって教えてくださいましたよね。そうです、こちらは結構愛用歴長めのお財布です。ちなみにそれ実際どれぐらいの期間使ってます？今はおそらく2年半ほど使ってます。だいぶ使用感も出てきていい感じに。そうですね、マルジェラ特有の結構使った時後のツヤ感というかそういうのが出てきていい感じになってきてます。じゃあ次に狙ってるお財布に求めるポイントを教えていただきたいんですけど、はい、求めるポイントは私はデザインとコンパクトさですね。キャッシュレス化も進んでるから、はい、ね、コンパクトの方がいいっていうお声もたくさんありますよね。はい、できればコンパクトの方が小さいバッグにも入りやすいので個人的にはありがたいかなと思います。じゃあ次に狙ってるお財布のご紹介をお願いします。はい、次狙ってるお財布がジルサンダーのタイニーウォレットっていう種類になってます。こんなに片手ぐらいのコンパクトさなんですけど、開けてみると小銭もしっかりと入ったり、お札を入れるこのポケットの中にもカードケース、カードを入れる部分がついてたりとかして結構収納力があるんですよね。広げた感じも結構広がるから、うん、カードもいっぱい入りそうですね。そうですね、あと結構取り出しやすいっていうのが個人的には嬉しいポイントですね。確かに、はい、一番取り出しやすい形かもしれない、うん、はい、もう一個気に入ってるポイントがあって、私は最近ゴールドが気分なのでこのジルサンダーのロゴもゴールドなのがすごい好きです。黒にゴールドでワンポイント入ってると高級感もあるし、はい、そうですよね、テンション上がりますね。上がりますね。革もすごくツヤ感があって高級感がゴージャスな感じに出ててお気に入りです、ね、ありがとうございます。それではディアバイアカのもとみさんに次に狙ってるお財布ご紹介していただきました。はい、それでは次のスタッフに行ってみましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。さとみさん、はい、急なんですけど今使ってるお財布と次に狙ってるお財布をちょっと紹介してもらいたくて急なんです。お願いします。わかりました。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、それではさとみさん早速今使っているお財布のご紹介をお願いします。はい、今使っているお財布はこちらのグッチの財布を使っております。結構使ってる方多いですよね。多いですね、確かに、まあ、定番の2つ折りのタイプでデザインも多分ずっと長くから出てるものだと思います。ちなみにそのお財布はどのぐらいの期間使ってるんですか？これは2年ぐらい使ってますかね。そんなに汚れ目立たないデザインなので。次のお財布に求めるポイント教えてほしいです。はい、もう結構私もキャッシュレスでスマホとかカードでの決済が増えてるのでもう小銭とかもほとんど使わないし、どっちかっていうと、まあ、バッグとしても使えて、でカードが入ってっていう、なんかこうお財布っていうよりは使い道の幅が広がるようなデザインで探しています。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次狙ってるお財布の紹介に行ってみましょう。はい、さとみさん、それでは次に狙っているお財布のご紹介をお願いします。はい、私が次に狙っているお財布はこちらです。マルニのチェーンウォレットになります。ちょっとお財布にしては大きめだったりしますか？そうですね、お財布にしては大きめに見えると思うんですけれども、こちらがバッグ仕様になっているお財布なんですよね。なるほど、はい、で私先ほどお伝えした通りキャッシュレス決済をもう使うことが多くって、スマホとクレジットカードがあれば十分な生活になってきているので、だったらこのカードも入ってスマホも入れられるっていうのにすごく魅力を感じて、しかも後ろにもこのようにポケットがついておりますし、
こちらバックインバッグとしても使えるなと思って、ちょっと今回同じマルニの人気のバッグをご用意したんですけれども、普段こういうバッグを使ってて、ここにもこのまま入れちゃって持ってもいけるんですけれども、車社会なので、あの車からちょっと出先出る時にお財布だけ必要だなってなることが多いじゃないですか、そういう時はもうこのバッグだけ取り出して、なんとチェーンもついてるので、もうこのままこんな感じで持っていけるので、一石二鳥お財布とスマホ別々に持つより、うんうん、で一気に持っちゃった方がかえって楽というか、そうですね、本当にその通りです。もうどんな大きいスマホでも入るんで、確かに それだけ容量あったら入っちゃいそう、はい、そうなんです。しかもこのデザイン、ブラックにゴールドっていうのがすごくね、いいですよね、品があって、うん、お洋服も選ばないのかなっていう、うん、ちょっとしたこうヨーパレだったりまあ、結婚式とかそういうところでも使いやすいですし、普段の、まあ、カジュアルのお洋服でも合わせやすいっていうので、こちらのチェーンウォレットを狙っております。年齢問わず、シーン問わず、なんかどこでも使えそうですし、うん、はい、いいかもしれないです。いいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それではディアバイアークのさとみさんにご紹介していただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次のスタッフに行ってみましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。まひろさん、はい、あの超急なんですけど、はい、今使ってる財布と、はい、次に狙ってるお財布を紹介してほしくて、はいはい。今からですか？今から。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速まひろさん、はい、今使ってるお財布のご紹介をお願いします。はい、今使ってるお財布がアニエスベイの2つ折りのお財布を使ってます。結構長く使ってて、あの過去の YouTube 動画でも何回か紹介しているアイテムになります。バッグの中身紹介とかで、はいはい、紹介してくれた、紹介しましたね。気に入ってるところは結構あの容量が多いところ、カードもたくさん入って、うんうん、あの小銭もしっかりこうあのファスナーがついてるポケットに入れられて取り出しがしやすいっていうところで、機能性と容量すごく気に入ってずっと愛用してます。ちなみにその財布ってどれぐらいの期間使ってるんですか？もう高校生ぐらいから使ってて、だいぶ本当に長く、初めて買ったブランド財布がこれで、それからもうずっと壊れたりしてないので、長く5年以上使ってます。すごい耐久性に優れてるというか。いや、そうなんですよ、全然壊れなくて、もう慣れちゃったら他に変えるのがなかなか難しくて、いまだに変えれず愛用してます。じゃあ次に、はい、狙っているお財布に求めるポイントを教えてほしいんですけど、はい、求めるポイント、あの高校生とかその買った当初に比べてあのキャッシュレス化が進んだので、うんうん、あのその時ほど持ち運ぶカードとかお金の量が減ったので、まあ、ここまでの大きさはいらないかなっていうところで、うんうん、まあ、コンパクトなサイズ感で探してますね。ありがとうございます。はい、じゃあ次に狙ってるお財布のご紹介に行きましょう。はい、では次に狙ってるお財布のご紹介をお願いします。はい、次に狙ってるお財布はこちらです。エンダースキーマのお財布を狙ってます。なんかデザイン独特ですか？そうですね、あまり見ない開きと中のデザインかなと思います。本当にシンプルで、こうファスナーとかもなく、カードポケットも1個でお札が入る感じですね。すごくシンプルでちょっと癖のある作りが結構好きで、このモデルが欲しいなって妄想中ですね。で、今まで使ってたものに比べると一回り小さくなって、厚みも今まだあのこちらエンダーのお財布は使ってない状態なので厚みがあるんですけど、あのだんだんレザーが馴染んできて、あの実際に長く愛用されてる方の見たことあるんですけど、すごいこういい意味でぺしゃんこになるというか、レザーに柔らかさが出てすごくあのスリムになってくところも、なんだか経年変化が楽しめていいかなっていうので
はい、狙ってますね。このサイズだとポッケに入れられるので。確かにそうなんです。こっちだとどうしても結構無理やり感出ちゃうので、うんうんうん、これぐらいのサイズ感だとコートでもデニムでも入れられて、サイズ感的にもすごく好みだなっていう風に思って、はい、持ってきてみました。ポッケに入れてもあんまりそれ財布のシルエットが出なさそうな、はい、そうなんですよ。サイズ感でそうなんです。男女問わずおすすめで、自身も欲しいなって思ってるモデルですね。はい、なんか色味も甘すぎないから。そうですね、リースでもメンズでも、はい、どちらでも持てそうな、いい塩梅の。そうなんです、大人っぽくてかっこいい、うんうん、もっと色は深くなってくるので、うんうん、そこのあたりもちょっと渋さが出てきてかっこいいんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは次のスタッフに行ってみましょう。はい、行ってみよう。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。リオさん。はい。お、みちゃんと見せかけてなるみさん。今日は急遽なんですけど、はい、今使っているお財布と、はい、次に狙ってる財布を紹介してほしくて。次に狙ってる財布。次に狙ってる財布。わ、はい、かりました。はい、はい、お願いします。お願いします。はい、では早速なるみさん、今使っているお財布のご紹介をお願いします。はい、私が今使っているのはこちらです。ボッテガの2つ折りのお財布ですね。コンパクトサイズね。そうですね、手のひらサイズのものを使ってます。まあ、大体みんなそれぐらいカードが入っちゃ う, う、ね、はい、入りますよね。入れちゃいますよね。うん、入れちゃう、はい、ちなみにそのお財布って使ってからどれぐらい、はい、これは2年、まあ、3年経たないぐらいです。うん、だから結構使用感出てきてるかなと思います。革も結構柔らかくなって、こうなんかツヤが出てきてって感じです。次に狙ってるお財布に求めるポイントみたいなのって何かあります？はいはい、これ見て分かる通り、カードがどうしても増えちゃうんですよ。増えちゃうんですね。で、私結構 PayPay とかキャッシュレスで使うんですけど、比較的このちゃんとお金も持っておきたいタイプなので、容量を今結構重要視してるかなって感じです。はい、カードも必要だし、小銭にもお札も入れたいって、ね、そうなんですよ。何らかのお財布はやっぱ持っていたいっていうのがあります。では次に狙っている財布のご紹介に行ってみましょう。はい、では早速、はい、次に狙っているお財布のご紹介をお願いします。私が次に狙ってるのはこちらです。マルジェラのロングウォレットです。ロングウォレット、はい、この時代にキャッシュレスの時代にロングウォレットって思う方もいるかと思いますが。ちょっと思いました。はい、そうなんですよ。ただ本当にこれを見ていただく通り、もう子供ができてから診察券がものすごく増えて、あと子どもの保険証だったりとかマイナンバーとかかなり増えて、こんな感じなんです今。パンパンです。本当お財布がかわいそうなので、今私が本当に重要視している容量はもうやっぱロングウォレットにしかないなと思って、このマルジェラのロングウォレットを選びました。ご覧の通り、まあ、この倍のサイズ感で、まあ、やっぱ容量もかなり入るんですよ。こんな感じで本当だ、結構そうなんですよ。広い、大きい、はい、しかもガバッと開くし、中結構シンプルなので見やすい、こんな感じです。まあ、ロングウォレットの、まあ、大体こんな感じですよね。中の容量感といえばパッと使いたい時も それだけ開けばすぐ取り出せちゃいそうな。しかもカードも見やすいし、今ってカードじゃないところにカードを入れてるんです、いっぱいこっちに寄せて。なのでもう探すのがすごい大変なんですけど、これだったらもうパッと見で分かるっていう、まあ、やっぱロングウォレットのポイントかなと思います。ここのこれだけマチがあるので、入れてもパンパンにならないのでスタイリッシュでいいですよね。逆になんかこっちですっきり見せた方がちょっと大人な感じでいいかなと思って、今更ロングウォレットいいかなと思ってます。スマートに見せたい方は、そう、容量大きい財布をっていう感じですか、ね。はい、絶対いると思います、未だにロングウォレット使ってる方で。マルジェラのロングウォレット、この脂肪感がやっぱりポイントです。この素材感、牛革なんですけど、これもやっぱり経年変化も楽しめるので、すごい長く使えると思います。どうですか田中さん。確かにそんだけ容量大きいと、はい、ママさんとかにはすごい響くお財布なのかもしれないですね。はい、いいお財布のピックでした。ありがとうございます。では、はい、田中くん、ならみさんにご紹介していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。次のスタッフに行ってみましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか。
超急なんですけど、はい、今使ってる財布と次に欲しい財布、はい、狙ってる財布を紹介してほしくて、はい、おいきなりですね急なんですけどお願いします。はい、わかりました。はい、それではアリサさん、早速今使ってる財布のご紹介をお願いします。はい、はい、私が愛用してるお財布は今エンダースキーマーのフルジップのお財布になります。お財布といえば大定番のブランドですよね、はい、そうですね、見つかってる方スタッフも含め多いと思います。可愛いですよね、デザインが、うん、結構男女問わず人気のブランドなのでこのブランドにしてます。今ちなみにそのお財布はどれぐらいの期間使ってるんですか？はい、これ2年ちょっと過ぎたぐらいで割と使ってるかなと思います。結構経年変化も楽しめて、内側も色がもともとこの色だったんですけど今変わってこのぐらいの色になってるので結構革の経年変化も楽しめるかなと思います。表も結構ツヤ感が出て、そうなんです、経年変化もいい感じに出てますね。めちゃくちゃ出てます、うん、かわいいですよね。なんか女性結構この辺のヌメ革気になる方多いので、こう色が変わっちゃうっていうのを逆に気にされる方多いので、私はそれちょっと気になったのでこういう脂肪感のあるやつにしました。では次のお財布に求めるポイントを聞きたいんですけど、はいはい、そうですね、結構これフルジップなのでじゃないやつがいいなっていうのと、もうちょっとだけコンパクトのやつにしたいなっていうのもあります。では次に狙っているお財布のご紹介に行ってみましょう。はい、では、はい、次狙っているお財布のご紹介をお願いします。はい、続いてもエンダースキーマーのトリフォードウォレットっていうモデルを次に狙ってます。なんか独特の形してますね。そうなんですよ、これでも一番人気のシリーズで男女問わず人気のアイテム、お財布ですね。可愛いですよね、見た目のフォルムが。え、手前についてるのはカードケース、小銭入れなんですよ。小銭入れなんだ。そうなんです、私が一番このお財布選んだポイントがこの小銭入れで、前使ってた財布がジップ開けて小銭だったので、なんか外に小銭ある方がやっぱ出しやすくて、確かにサッと出せる。そうなんですよ、私は現金派なのでサッと出せるのが良くて、これ見た時にこの財布いいなって思いました。意外と小銭使うタイミングって多いから。そうなんですよ、一番手前にいてくれると、うん、使いやすかったりします。それ全体は三つ折り？あ、三つ折りです。なんかコンパクトなのが良くて、このぐらい小さいのだとちっちゃいバッグ持った時とかに使いやすいかなっていうのと、このぐらいめちゃくちゃ開くんですよ。広い、すごい広いですよね。大きく開くんですね。なので千円札とかお札そういうのも出し入れしやすいのと、私ちょっとカード若干多いんですけど、ここに多分入りきらない分とかはお札のところにも入れられそうだなっていうので、確かにこの辺とかこのぐらい広かったらカードも入れられそう。いいですよね、これいいなって思いました。デザインもシンプルで、ここにさりげなくエンダースキーマーって大事ですね。ゴールドの、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次のスタッフに行ってみましょう。はい、行ってみましょう。確かに。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。メガデスキ中、はい、恐縮なんですが、はい、のぞみさんに、あらごめんなさい、ゆきなさん、はい、寂しい、のぞみさんに、はい、ちょっと突然なんですけど、はい、今使っているお財布と、はいはい、次に狙っているお財布を紹介してもらいたくて、はい、気になる。ええー、はい、気になる。ぜひお願いします。わかりました。お願いします。はい、それでは早速のぞみさん、今使ってるお財布のご紹介をお願いします。はい、今使ってるのがこちらのジルサンダーのタイニーウォレットっていうお財布です。前の YouTube でも紹介してくれてましたよね。はい、何回か紹介させてもらったことがあります。ちなみにそのお財布の特徴というか、どういうところ気に入ってます？とにかく三つ折りですごいコンパクトなのと、私が使ってるのはパテントっぽいレザーなので、水汚れとかにも強いっていうのと、コンパクトなんですけど割とこう収納力はあって、カードも何枚か重ねて入れたりしてますね。財布タフなのって結構重要ですよね。大事ですね。よく本当バッとも適当に私も使っちゃうので、使い方が荒いので大事です。
ちなみにその財布ってどれぐらいの期間使ってます、はい、どれぐらいですかね。1年半ぐらいは使ってるかなと思います、うんはい、だいぶいい感じに味も出てき始めてって感じですかね。そうですね、いい感じに馴染んではいます。ありがとうございます。じゃあ次のお財布に求めるポイントを聞きたいんですけど、なるほど。結構このお財布持ってて便利だなと思ったのは、ちょっと小ぶりなバッグとか小さめのバッグが私多いし好きなので、そういうバッグにも入るコンパクトなお財布は求めてますかね、はい、あとはまあ手に持った時に自分で可愛いって思える気分が上がるお財布ですかね。お財布には大事なポイントですよね。はい、ありがとうございます。では次に狙っているお財布のご紹介をお願いします。はい、次狙ってるのは同じジルサンダーのベイビーウォレットっていうお財布です。のぞみさんジルサンダー大好きですよね。そうですよ、なんかバッグとか名刺入れとかも私ジルサンダーを愛用しているぐらい本当に好きなんですけど、まあ、実はマルニとかも結構好きで悩んだんですけど、ちょっと今回はジルサンダーでご紹介します。ちなみにそのお財布の気に入ってるポイントというか、はい、気になってるポイントは、今使ってるお財布もそうなんですけど、結構やっぱ私ちっちゃいのが好きで、うんうん、小ぶりなバッグとか持つのでそこにしっかり入るもの、うんうん、で今持ってるやつよりもさらにもうちょっと細いんですね、コンパクト。そうなんです、なんかキーケースぐらいの本当サイズ感で、この小ささが好きなのと、まあ、今持ってるのはちょっと角があるのでなんかかっこいいモードな印象もあるんですけど、こっちは丸みが出てくるので女性らしい可愛い印象もあって、そこも結構好きなポイントですかね。容量は前のお財布とどれぐらい変わってくるんですか？容量はでもほとんど一緒だと思います。仕様もほとんど一緒で、もうすでに使いやすいっていうのが分かってるのでこれを選んだっていうのもあるんですけど、確かに仕様化が分かってると。そうですね、縦幅が違うのでもしかしたらカードを入れる枚数とかは若干変わるかもしれないんですけど、なんかもう取ってこう使い慣れてるこの感じが結構好きですね。このお財布って空張りとかあったりするんですか？はい、一応今3色展開で黒とホワイトあとちょっと黄色っぽい色味の3色がありますね。前はちょっとシルバーとかもあったんですけど、それがもう大人気すぎて私も狙ってたんですけど速完しちゃったので今はこの3色展開になってます。ありがとうございます。はい、のぞみさんにお財布をご紹介していただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。